大東原は、中華民国の軍人、外交官。国民革命軍の軍人で、主として、日中戦争期に、軍事教育分野で活動した。三民主義青年団の有力幹部でもある。名は、おさむだが、字の東原で知られる。祖籍は安州府、暗記賞期修1917年、国立北京高等師範学校に入学したが、翌年、 保定陸軍軍艦学校に転入し、第八期公平化で学んだ。1922年、卒業し、河南省に駐屯していただけ一瞬引きいる、国民軍、第二軍で上場参謀に任ぜられている。翌年夏、王は、湖南省に移り、将軍第一市独立第十団段上上京官となった。その後順調に昇進し、1926年夏には、 将軍第39弾団長代理として北伐に従軍している。1927年、王東原は国民革命軍第35軍共同団団長となり、同年5月には中国国民党、湖南九党委員会委員を兼任した。1928年、第35軍共同団は共同誌に拡充され、王が引き続き市長を務めた。 北伐完了後、軍縮に伴い共同士は解散され、王は考察団団長として、全国各軍の状況を視察した。1929年4月、陸軍新編第七誌、第三旅旅長に任命され、翌年1月には、新編第七誌が、第15誌に、改組されて、王東原率いる、第3旅も第45旅となった。 同年9月、第15市副市長に昇進、湖南商会警備司令を兼任したが、間もなく湘南警備司令に転じている。1931年、陸軍第15市市長に昇進、以後、中国共産党包囲総統作戦に参加した。1937年夏には、牢山訓練団、第1中隊長、大隊長を歴任している。 日中戦争が勃発すると、旧第15子は、第73軍に拡充されて、王東原が、軍長に昇進し、第2次上海事変に参戦した。1938年春、武漢落下産訓練団研究班副主任に転じる。同年6月には、三民主義青年団中央臨時幹事会幹事に任せられ。 さらに第34軍団軍団長も兼ねた。翌月には三民主義青年団訓練所長となり、さらに冬には第34集団軍副総司令となっている。年末に重慶へ召喚され、中央訓練団副教育長に任命され、間もなく教育長へ正式に昇進した。1939年はめには第32集団軍副総司令となり、 翌年、国民政府軍事委員会政治部副部長となっている。1942年5月、陸軍大学政治部主任を兼任し、後に国防研究院主任にもなっている。1944年7月、王東原は、湖北省政府主席となり、翌月、第六戦区副司令長官を兼任した。翌年6月、国民党、 第6期中央執行委員に選出されている。戦後の1946年4月、王は湖南省政府主席に転じ、三民主義青年団子南省指導員も兼ねている。1948年8月、戦略顧問委員会委員に任税られた。国境内戦末期に王は台湾へ逃れている。台湾での王東原は、 革命実践研究員の創設に取り組んでいる。1951年、王は中大官民国大使に任命され、赴任した。1961年、総統府国策顧問に任ぜられ、同年4月から東南アジアや中東など32カ国を外遊している。また国民党では、第10期から第14期まで、中央評議員を務めた。 1995年4月8日、ロサンゼルスで死去。去年98。ありがとうございます。